メンにさポテチ入れっとマジで激うまだべ。ん？特にうすしお、うすしお試してみる価値ありじゃない？てか試せよ。あ、じゃ。もしもし？お前欲しがってたよな。もしもし EAG の試供品セット知り合いにいたからさ、もらっておきました。でさ、あのいいとものスタジオに見に行けるやつあったじゃん。あれだ、もう当たったんだよ。友達がね。関係ないか。そうだな。じゃあ、え、ちょっと待って。やばい。わかんねえのがさ、なんで 1+1 は2なのかな。いやだってさ、別に2とかじゃなくてもよくない？じゃあどうなんだっけ。2しかないみたいじゃん。ははっつうかさ、だからもうやばいって。だからなんか日本語は俺できんだけど、こう日本語もできてない。私日本語できてるよ。もうちょっと勉強した方がいいんじゃないの。やばいって。笑い事じゃないでしょ。いやだって笑うしかないでしょ。そんなんで卒業できんの。いや俺に聞かれてもな、決めんの俺じゃないし。あのね、いつまでもそういうこと言ってるからね。もうない。あ、ちょっと、うん、こいつ悟、一応私の彼氏、大学2年の時から付き合ってんだけど、次の年には下級生になってた。そんでもって未だに学生、多分来年もきっと学生だって。人生の危機感ゼロ、自覚症状もちろんゼロ。うまい。当然貯金だってゼロ。50円割り切れねえから。それにしても私、なんでこんなやつと3年も付き合ってんだろう。私の恋愛人生絶対間違ってる。いや、間違ったのは恋愛だけじゃない。数ヶ月前、私は夢と希望に胸を膨らませこの会社に就職した。第一希望の会社じゃなかったけど、私は嬉しかった。文房具のキャラクターデザインをしたいって昔から思ってたから。のはずだった。これが現実。運べと言われれば、中身が何かなんて知らなくても運び、
ホッチキスを左上に止めろと言われれば止めて、コピーを取れと言われれば取る。私はね、そんなことがやりたくてあの会社に入ったんじゃないんだよ。わかる？この行き場のないモヤモヤ。私の未来が霞んじゃうっつうの。だいたいさ、ホッチキスなんてどこに止めたっていいじゃんね。お茶だってなんで女が入れなきゃなんないわけ？ OL って何？お茶レディの略は？つうか、こんなんじゃ才能開花させる前に枯れちゃうよ。ねえ、そう思わない？サトル？はい。あ、いつものおまけ入れてくれた？入ってるよ。ありがとう。じゃあまた来るわ。あのさ、うんざりなんだよもう。ん？そんな話その辺の女だって言いそうな愚痴じゃん。悪いけど、お前もさすがに聞き飽きたわ。じゃあ。女が先に社会人になった場合、恋愛は終わるってよく耳にしてたけど。なんであいつからなんだよ！私は仕事に生きることにした。で、それからずっと連絡ないの？いいの、あのやつなんてもう。こっちから願い下げとか言っちゃって、ほんと遊びしいくせに。別に寂しくはない。これは本音だ。嘘じゃない、嘘じゃないって。でもちょっと怖くなった。だってこのまま年取って気がついたら 30?いや、40？ それとも、私は、そんなの、そんなのだけは絶対やだ。そう、人生行動あるのみ。動かなきゃ何も変わらない。この二本の足は前へ進むためにあるのだ。私は合コン、うん、恋愛に生きることにした。王様、いや、無理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 。あげるあげる。写真もさ。先生よりお前前に出すなお前。合コンはいろんなことを教えてくれた。男は悟るだけじゃなかったってこと。世の中にはおごる男とおごられる女がいるってこと。そしてドキドキする気持ち。もしかしてこれって食べちゃダメなやつ？うん、いいと思うよ。食べる人初めて見たから。やだ、私だから可愛いなと思って。あ、素敵なお店ですよね。こういうとこよく来るんですか？実は初めてなんだ。そうなんですか？
仕事柄いろんな店知ってるけど、でもなかなかね。ほらここってカップルばっかでしょ。一人で来るのはさすがにね。安田さん彼女いないんですか？いたら合コンなんて行かないよ。そっか。でも安田さんモテそう。雑誌の編集なんてかっこいいし。かっこよくなんかないよ。入校前とかになると家に帰れなくなるから風呂にすら入れなくて。そうなんですか？ほんとほんと。そういう葉月ちゃんは彼氏いないの？いたら合コンなんて行かないですよ。ああそっか。そろそろ行こうか。はい、はい、すいません。あ、お会計。大丈夫、もう済ませてあるから。50円割り切れねえから。50円。また会いたいんだけど、ダメかな？全然ダメじゃないですよ。よかった、断られたらどうしようかと思った。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。会いたいってなんて素敵な言葉なんだろう。鳥に似たトドはどこ？トリニダードトバコ。そういう国があるの。多分一生行かないだろうし、その国の人にも会わないと思うんだよね。で、それが何なの？私にとって安田さんはトリニダードトバコなの。もう会えたことが奇跡っていうの？行ったこともないお店には連れてってくれるし、もちろん帰りだって送ってくれるし、お金だって全部出してくれる。葉月、あんたって意外と簡単な女だったんだね。そんなことある？ある。まあいいんじゃん、女なんだもん。恋する気持ち忘れたら老けるの早いって言うからね。だよね。私サトルといるとさ、自分がおっさんじゃないかって気がしてくるもん。比べてんだ。だって安田さんといるとさ、あ、私女の子なんだってドキドキするっていうの、なんか恋愛してるって気持ちになれるんだよね。お邪魔だ。はーい、今行きます。葉月ちゃん、葉月ちゃん、今日どうしたの？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 まずー。マジで？これじゃ男が釣れない。
ないみね。いいの、これはまだ試作品なんだから。そろそろ部屋に引きずり込もうってか。そんなんじゃないわよ。ただほら、いつもごちそうになってるから。お礼に私を食べて。だから違うってば。で、サトル君とはどうなったの？どうもこうもさ、あれから全然連絡ないし。っていうか誰それ的な感じ？まあよかったんじゃん。おかげでホリデスモンに出会えたんだし。だよね、うん、ある意味感謝。そこまで言っちゃう？言っちゃいますよ。になった電話番号は現在使われておりません。俺だよ俺、至急金が必要なんだよ。まあお気の毒だこと。じゃあ、おいちょっと100万振り込んでくれよ。なんだよ冷てえな。仕事忙しいのか？暇人のくせに連絡してこなかったのは誰？だからさ、久々に飯でも行かね？俺、3日後なら空いてんだよな。そんなにチョコが欲しいのか？それは欲しいさ。悪いけど、14日はすでに予定があるの。意地悪すんなよ、葉月ちゃん。な？その次の日なら会ってやらなくもない。なんだよ、可愛くねえな。おかげさまで。ありがとうございます。行こうか。はい、大丈夫ですか？うん。明日あたり雪が降るかもしれないらしいね。そうなんですか？うん、みたいだよ。安田さんこそ大丈夫ですか？俺？徹夜明けなんですよね。私無理させちゃってます。全然平気だって、葉月ちゃんから会いたいって連絡もらったの初めてだし。そうでしたっけ？そうだよ、だからすんごい嬉しかった。そろか。はい。そうだ、あのこれ。ああ、もしかしてチョコレート？
なんで昨日携帯取んなかったんだよ。まあいいけどさ、やっぱここの焼き鳥はうめえな。久々に食っと美味しさ倍増みたいな。タレが違えんだろうな。タレがきっとこれ代々伝わる秘伝のタレだ。ここチェーン店だけど。おめえよ、夢を壊すなよ夢を。それはこっちのセリフです。なんだよ今日のお前なんか変だぞ。その格好といい全然食ってねえし。あ、分かった、腹いて。違うわよ。ほら、あ、ワンワンって俺は犬か。犬はチョコなんか欲しがりません。何怒ってんだ、愛想悪いな。つうかさ、食い物を投げんなよ。すいません、おかわり。これ同じやつダブルで。はい、喜んで。まあまあまあ、お前も食えよ。言っとくけど割り勘だからな。ちょ、俺のタレも私分かったんだよね。社会に出るってことはさ、19個余分のチョコを買うようなことなんだって。一人前になるとか会社の歯車の一つになるとかそんなもんじゃなくて、何でもないような気持ちで同じチョコを19個も買えるようなことなんだよ結局。そんなはずはなかろう。そういうもんなんだよ。もっとなんかあるだろ。あんたはまだお気楽な学生だから分かんないんだよ。社会人ってものがどういうものなのかって現実を。働いたらあんたにだって分かるよ。社会に出るって19個余分にアメちゃんを配ることと大差ないって。まあ今のあんたにはまだまだ宇宙旅行ぐらい遠い話で分かんないだろうけど。それを言ってしまったらおしまいだ。は？分からないって決めつけたら永遠にみんな分かり合えない。そんなの一番つまんない。人は何のために人と出会うんだ。二度と俺の前で何々だからあんたには分かんないとか物事をくくらないでくれ。何を。帰るわ。え？ちょっと。東京で暮らしてると雪道の歩き方を忘れる。人ってさ、いろんなこと忘れるよな。
行こうか。はい。いらっしゃいませ。予約してませんけど。起きてです。はい、中野区が生んだスターの起きてです。じゃあご案内いたします。あ、そうできるね。あ、そう、あ、起きて起きて起きてなんとか起きてなんとか起きて、うんうん、起きてなんとかがいい。ポルシェポルシェああ、行くよ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 。ボジョレンヌ、ボジョレンヌエボ。いや、今日82年の結構お飲みですので10本、10本こちらまだ残っております。とりあえずヌエボだ、ヌエボ、できるだけヌエボのやつ持ってくる。ああ、あとはあの料理追加で、はい、あの牛すじあるか、すじ牛すじですか、すじに、すじに、はい、すじに持ってこい、はい、すじにお下げしますね。ああ、もうまだ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 入ってる、まだ入ってる、まだまだまだ飲める、まだ飲める。おいしかった。こんなの食べたことなかったです。安田さんってほんといろんなお店知ってますよね。それも芸能人が来るようなこんな素敵なお店。実はここも初めてなんだ。そうなんですか。葉月ちゃんのおかげだな。でなきゃずっと知識だけのまんまだったかも。葉月ちゃんに出会えたことに感謝だな。私の方が感謝ですよ。今まで行ったこともないお店にたくさん連れてってもらえて。喜んでくれる人がいるっていいね。これ。え？開けてみて。今日ホワイトデーだから葉月ちゃんに似合うと思ったんだ。もしかして気に入らなかった？あ、いえ、びっくりしちゃって。ありがとう。こんな可愛いピアス嬉しいです。キラキラしてて本当に。葉月ちゃん、あの私ん私社会人になることって好きでもない人にチョコレートを買うようなことだと思ってて、それになんか十何個も余分に買うようなそれだけのことのような気がしてて、だからあの、うん、わかるよそれ。好きでもない人にチョコレートを買うのに抵抗がなくなるって気持ち。でもそうしながら本命チョコを選んでる気持ち忘れたくないなって俺は思うよ。安田さんはやっぱり大人ですよね。正しくて健全で思いやりがあって。そうでもないかもよ。葉月ちゃんによく思われたいって思ってるし。そんなこと言っちゃうところが安田さんらしいです。そう、はい。
っか。このワインも最高です。本当？うん、よかった。美味しかった。本当？はい、よかった。ごちそうさまでした。うん。ねえ、まだ時間大丈夫？うちこの近くなんだ。美味しいワインもあるしチーズもあるから。よかったらそのダメかな？俺本気だから、本気で葉月ちゃんのことごめんなさい。本当にごめんなさい。あのまま部屋についていけば今頃きっと自動的に恋人同士になれたのに。そのつもりだったのに。でも言えなかった。私の耳にはピアスの穴がないって。笑って言えなかった。
たんだよ。なんだよ、かけてきといて無視かよ。お前今どこいんの。なんなのよあれは、ボストのあれ。お、見た。チョコとチョコのお礼みたいな。だってさ、お前アメちゃんよりさ、せんべいの方が好きじゃん。そりゃ好きだよ、アメちゃんよりせんべいの方が。だろ。好きだろ。ちょっとあんた今どこにいんの。俺、うん、お前がさ、待たせすぎるからだろ。え、責任取れよ。いや、そんなことより本当どこにいんの。外、お前探しに来い。どこ。教えな。教えてよ。いいじゃん。この先の人生にいくつのイエス・ノーの選択があるのかなんてわからない。でも社会に出るって、生きていくって、ひょっとしたら誰よりもときめかない男に恋をするようなことなのかもしれない。ララうまい。おいしい。